で今回のホテルっていうのはここに泊まることも大切なんだけども、そこから前橋の町なり人なりとこう接点を持ち始める最初の起点みたいな場所なんじゃないかなっていう話がをしていて、もうちょっと抽象的な言い方になるといろんなバックグラウンドの人がそこに同居していて、でしかもこういう人工物と自然物が共存していて、でいろんなアートがあったり、僕はまあ当然建築家を作ったんだけど、いろんなアートだったりデザイナーの方が共存していて、でそういう共存の状態みたいなものが全体としてこの空間を作っているというか、